こんにちは、ゆうです。バズドのおじゃんです。はい、今日無課金サバーカーシマイルマルやっていきたいと思います。今日お楽しみ方おめでとうございます。はい、今日の撮影日時点から2日後にね、あの裏強調チャレンジが始まるんですけど、はい、僕このシマイルマルまだ表の強調もクリアしなかったんで、はい、常設のね、はい、当時はね、そんな強調なんかクリアできるね、あのウルトラいたんですけど、いろいろキャラが揃ってなかったんで、はい、今なら表の強調も勝てるんじゃないかと思って、はい、まずはその裏強調の称号を取るた前には表をクリアせんとねっていう話で、はい、最近ハマってる、あの前回で昨夜オリジン使ってみた、やろうかなと思ってたんですけども、はい、まずは最近気に入ってるキャラたちで、はい、表強調挑戦していきたいと思うんで、パーティーご紹介します。はい、こちらですね、ギデオンループですね。はい、ギデオンループ、はい、で今さっきね、あの今朝アマテラスドラゴン作ったんですよね。はい、ほんまに、あの黒メダルがなかったんですけど、今はね結構配布してくださった、あと4人でガチとかの報酬で、あの虹メダルとかもらえたりしたんで、はい、とりあえずね、アマテラスドラゴンめちゃくちゃ強かったんで、はい、このアカウントでも作りました。それではご紹介します。リーダーのウォーリアーブライトですね。はい、ウォーリアーブライトにリラチェン体制、あとはパガン武器つけております。はい、で変身時にあの光ドロップを強化、自分以外の味方スキルが3段溜まるで変身して、変身後はね、あの2ターンの間ダメージ上限解放76になって、はい、あとはダブル吸収無効2ターンですね。はい、リーダースキルが光の2コンボ以上でダメージを 78% 軽減、攻撃力が10倍で、4コンボ加算、光の4攻撃し1個につき攻撃力が2倍となっております。はい、これ僕ね、あのあれ脳死で4ゲシしてたんですけど、あ4ゲシしんかったら、あの軽減だけ晴れて、あのここ我慢したいな、ここ突破したくないのに軽減だけ入りたいなっていう時に33とか35とか、とりあえず4ゲシしてんかったら、光の2コンボ組んどいたら軽減が張って、あの結構な持久戦というか、そういう風に持っていけるんで、あの称号チャレンジはね、あのそういう戦いはできないかもしれないですけど、そういうのできるんで、この強調もクリアできるんじゃないかなと思ってます。はい、でこちらインデックスですね。インデックスに超覚醒スキルプラスで、スキルチェーン4つで、チーム、あの HP 最上位のやつを2つ、あの潜在、はい、つけて、はい、転写のコートをアシストしてます。はい、こちらアマテラスドラゴンですね。生まれたてほやほやのアマテラスドラゴンです。大きなったなぁ、もう。で、中学生冬に、はい、消せない解除。で、あと、これ、FF コラボの、あの、この作品で、僕、あんまりご存知というか、知らないんですけど、あの、魔改造された、あの、武器ですね。はい。で、こちら、ドーナーですね。ドーナーに、中学生 L 字。で、アシスト無効解除に、スキルチェーン2つ。で、ボフが、あの、スパイファミリーの、インヌの武器ですね。はい。インヌですね。はい。で、こちらが、ディオンですね。あの、せっかくならね、サンリオの、キャラも入れたいなと思って、今回はアシストで参加していただいてます。はい、でスキーチェーン4つに悪魔キラー1つで、あとはハローサンシャイン、こんにちは、ハローキティですね。はい、これがねスキーブと、チーム HP2 つとドラゴンキラーバランスキラーを担ってもらってます。でね、ここの強調という、あの未知の先生は結構ね、あのドラゴンがボスになることが多いんで、でディオンが結構悪魔キラーつけれたりで、ドラゴンキラーこれで補ったり、こんにちはハローキティで、あとバランスタイプの敵も結構多くて、はい、結構にぶっ刺されます。はい、でこちらのフレンドさんも一緒ですね。はい、でご紹介、あ紹介しなかったな。はい、変身時に、ね、あの2ターンの間ダメージ上限が86になって変身と、はい、で変身後はね、あのループできる2ターンで使える、1ターンの間自分のダメージ上限値が66になる、6個解除し、回復家から光を8個生成となっております。リーダースキルが光2コンボ以上でダメージ軽減、攻撃力が10倍、2コンボ加算、固定値ダメージ、光属性の全パラメーターが 3.5 倍となっております。で、バッチは HP プラスです。はい、ちょっと一回パズルミスしちゃいました、普通に。はい、それではね、裏強調の備えて、表強調、とりあえずクリアしたいと思います。それでは、最後に。200分の1なんやね。なんか下手しクエストより重力、すごくない？僕はもう前回の動画でね、黒飛びが引けなかったんで、はい。もうなんか、サイヤ人としての進化を変えた孫悟飯のように、アルティメットご飯となり、
ご飯ビーストとなり、そちら方面のね、もう柴犬丸は進化をしていきたいと思います。でこれでボフボフ使って、あの指上きしたのはあのドフラミンゴ武器ですね。はい、よし、こんぐらいが一番分割しやすいのね、光。ちょっとなんかのよねってなんか おねえみたいになっちゃったんですけど、はい。あ、ちょインデックス使うの忘れた。なんでこのずんばんって順番に使ったかって言ったら、あのインデックスがね立ち上がるからなんですよ。で早く回復力ゲームも浮気できるんで、インデックス使うと。はいはい、無効貫通かちょっと外れちゃったな。で、アマテラスドラゴン使って。よし、で、軽減も貼って。はいはいはい、はい。はいはい、はい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 。はい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 。よしよしよし。これで、あと一旦で無効貫通溜まるんよね。だから、周りを投げ払えばいいよね。余が投げ払えば済むことは言ってたもんね。で、無効貫通使って。確か次も無効貫通だから、違ったかな、ここ。よし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 。はい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 。もう落ち込み落ちのボフボフが発動してるんですが、僕は落ち込み落ちなんかもう気にしてたら、多分パズルがおろそかになるんで、ただでさえおろそかな、もうパズルなんで、はい。無理っすね。で、マシンガード。あ、ここ、あれまたダメ直しか。あ、テープなかったんやったっけ？テープなかったんや。ごめんごめん。テープは別にいらんかなと思っても。はい、こういう時にね、あの4つじゃなくて3つ消しですよ。奥様。これでここ無効貫通に当てといたら、はい、ワンチャンこいつだけ倒してもいいんやけどな。それ無理か。はいはい。テープ持ってくるのもまあまあまあありやったんですけどね。待って、これ。いや、ちょ、これそうなった。ここ、こうしたからさっき負けたんですよ。で、これ、あ、あれ、あ、全然ごめん。もう持ち込むうちにもう忘れよう。よしよしよし。で、ドーナがあと1ターンよね。よし、あ、2ターンか。別に、これね、どうせね、次、光闇吸収の敵が出てくるんで、ウォーリアブナイトも貯めようと思ったんで、全然大丈夫なんですよね。どこでつまずくかなんだけなんですよ。よしよし。で、ちょうど貯めれもしたんで、ここチェックしちゃう。ウォーリアブナイト。で、あと一ターンで上がってくるんで、まあ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 、そうは言っても時短もしたいということで。どうせね、次ため入るんで。よし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 。はい。オッケー。よし、オッケー。で、協調の解放してもらって、解放されて、ここで、ドーナで、ドーナ、いきます。はいはい。はい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 。よし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 。はい、はい、オッケー、最高。よし、オッケー、ナイス。で、次が、何やったっけ。あ、先生、このためにダメだ言うてた。はいはい。で、はい。ミラフリアで焼き尽くして、闇気の刃よ。いやー、ここがね、僕強化されたらめちゃくちゃもう今更ね、もう、今まだ、アルティメットご飯っていうよりも、ごめんなさいね、ドラゴンボールに例えて、アルティメットご飯というよりも、もうほんまになんかスーパーサイヤ人にもなってないご飯ぐらいなんですよね、僕。はい、実力といえば。はい。そしたら、ここが強化されたら、僕、アルティメットぐらい入れてたんちゃうかなと思うんですけどね。ちょっと何言ってるか分かんないと思うんですけど、皆さん。はい。
僕も何言ってるか分かんないです。で、ここ一応、アマテラスドラゴン使っておきます。ゲゲン貼っておきます。全然ね、耐えれるんですよ。耐えれはするんですけど、はい、ちょっと。ちょっと待って、コンボしょぼすぎて、これ。やばいやばい。あぶんね、2ターン継続よかった。はいはい。はいはい、よかった。でもね、ここでね、一旦スキル貯めれたってことはすごくいいことで、実は。これほんまね、僕もね、旬に乗って、プリンセスバルキティ行きたかったんですよ。アマテラスドラゴンの枠を。どうしても厳しくて、でも、アマテラスドラゴン作っちゃいました。はい。やっぱ、アマテラスドラゴンの方が強かった。このパーティーに入れるならね、このパーティーに入れるなら、デイトラとかにね、入れるんやったらね、全然いいと思うんですけど。よしけ。いや、強調、別にあれですね、強調じゃなかったら、アマテラスドラゴンじゃなくてもよかったかもしんないですけどね。これ指奪いでしょ？しんどいって指。なんで指奪うねんて。よし、組めてるね、もう、しょっぱなから。そういうの大歓迎なんですよ。これ若干指奪われたまま、次ね、アシスト向こうも、アシストも剥がされるかもしれないんで、はい。オッケーオッケー。できるだけ我慢したい。我慢。あ、ジュン消ししてる。あ、でも無効貫通か。あ、よかった。いや、光も4消しないと。いや、ちょっと待って。ええ感じにダメージ入らんときゃ？ええ感じにダメージ入ったな、今。よし。はいはい。はい。4ゲージでもええ感じにダメージ入るんか。発狂さえしいんだったらいいんですけどね。よし。はいはい。大丈夫そうっすね。ラストターンで行こうか。ここで。よしよしよし。ラストターンに絶対ミスないようにね。はいはい。OKOKOK。インデックスも使おうか。インデックス使って、腹減ったが、自動回復開始の合図。よし。思ったより指あったな。よしよし、回復も降ってきた。ラッキー。これ使うの逆やったな。ドーナツ使ってからインデックス使ったら回復ゲームなかったんか。よし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 、吸収向こうね。あ、オッケーオッケーオッケー。で、盤面縮小と。はいはい。あぶね、結構苦戦痛かったな。こうやったら1、2、3、1、2、3、4。いやー、ちょっと待って。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9で、2回で2コンボで、8コンボ、9コンボ。いや、ここはまだ、あれか。いかん方がええか。まだいかん方がいいっすね。確定で組めないんで。あー、組んどいてよかった。よし。言うて耐えれると思うんですけどね。オッケーオッケーオッケー。え、これが？あ、ルーレットあった方が、なんとかなるか。じゃあもういっちゃおう。はい。はい。で、ここで機械作っといて。あちゃ、ちょっと、あちゃ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 、あちゃちゃ、危ねえ。いやー、もう一コンボ、あれ。間、ひまいか。倒したらええか。よし、OK。ふぅ。ね、ここが結構優しめやった気がするんやけどなぁ。バルムンク。あ、いや、バルムンク。優しいね、やっぱ。
盤面が小さいとほんまにあの楽。あ、これ無効貫通ないか。振ってこんで、あ、振ってきてもうたやん。よしよし、バルムンク。その調子でバルムンクお願い、ずっと。で、次がね、あの、マシンなんとかが来るかもしれないんで、じゃあ、その次か。その次に、マシン、なんとかか。よしよし。せめて盤面の縮小はね、避けたいということで。で、ドーナツか、ドーナツはお腹すいた言うて。はいはいはい。で、これでもう大丈夫やと思うねんけどな。回復力もね、上がってるんで今。で、エンハンもかかってるし、オッケー。アマテラスドラゴンの上だけたまらんようにね。よしよしよし。はいはい。オッケーオッケーオッケー。そろそろ使っとくか。で、この目がクリアで焼き。いや、次がね、確か、覚醒無効とかやったんよね、確か。はい、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 はい。よし、OK。五感度使ってるよね。よし。確か10フロア。あ、ここで覚醒無効こうへんかったってことは、大丈夫かな。そうやね。ちょっと待って。ボスが16やろ ?15 が中ボス。11が、14が小ボス小ボス ?13 で来るんか。逆算していくと。いや、いけそうっすね。いけそうっすね。これバランス悪魔なんですよね。バランス悪魔やから。はい。めちゃくちゃめちゃくちゃトゲ触ってもてるけど、でこの HP だと耐えれるんですよ。あ、マジナリーボディ、マージナリーボディ、はい、ギリ耐えれるんかな、確かギリっちゃギリやね。よし、でひらめきの刃を使って、次にね、リンシアが出てきたつむんすよね。はい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 。よし、オッケー。よしよしよし。これ2ターンかかって全然倒していいから。で、暗闇も大丈夫。よし。よしよしよし。はい。はいはい。はい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 。よし、OK。OK。OK。よしよし。ちょっとね、どうなか、インデックスとかぶったらよかったね。あ、続けるぞ、来たから。よしよし。もうじゃあ、ここでアマテラスドラゴン使っとくか。アマテラスドラゴン使って、あれか。これ使っといたら、あれしてくれるんか。剥がしてくれるんか。で、剥がしてもらって大丈夫なんで、全然。はい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 。よしよし。オッケーオッケー。ライジングリバース。あ、そっか。マジか。吸収なるんか。あー、でもええわ、ええわ、ええわ。じゃあもう、インデックス使おう。全然大丈夫、全然大丈夫。むしろこっちの方が良かったまである。ちょ、あんま覚えてないよな、もう、ほんまに。はい、はい。よし。はいはい、トゲか。あ、こんだけか、こんだけか。ほんなら、あと2ターンやろ。
トゲを消す、消しながら、トゲを消しながら、あれか、よし。はい。はい、OK。あー、まあまあ、トゲ消えたからいいか。はい。幻想法。ダークパルス。はいはいはい。ここだけちょっと気合入れようか。よしよしよし。ここの光ワンテンポ遅かったな。うん、ああ、そっかそっか、全然関係ないんや。よし。あ、またルーレットありか。でも早めに行っとかんとかもね。よし。あ、でもこれは組みやすくない？もしかして。はいはい。これでいいか。よし。はい。よしよし、これで。OK。13。あー、ここも互換図か。はいはい。待って。しまってな。インデックスがあと1ターンやろ？あと1ターンやろ？ってことは、ここでドーナツ買って1ターンで倒すことによって、これもドラゴンバランスなんですよ。ここのね、敵ね、結構ドラゴンバランスの敵が多くて、ここでいいか。よし。で、コンモカさん。よし、OK。で、次が13コンボ以上加算なん、あの、現象か。なんで、ドーナのコンボ加算が入ってるので、大丈夫と。でも、しっかりコンボは組まんとね。いや、ちょっと多いな。何秒なん？12秒。12秒は余裕と言われる、ね、一般パツアーの方なら、余裕と言われる数字でございますけども、僕はそんな。コンボカツになって危なかった。よし、OK。ちょっと待って。ちょっと待って、お茶入れる。ごめんなさい、あの、飲み物入れから下でこっそり入れました。はい。で、ここはどうせね、あの、耐えたいんで、はい。よし。んで、はいはいはい、4騎士できるのはしとくか、まあ一応。はい。よし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 、OK。削れるやん、結構。不吉な予兆。あ、指奪い。指奪い。せめてどっちか片っぽ。あ、この組み合わせ最高やん。何秒？ 6 秒、6秒。6秒ね。はい。はい、はい。あー、ルーレットとかぶさってもうた。オッケーオッケー。10コンボいったらそれなりに削れるから、オッケーオッケーオッケー。あとどうなんか、あとなんか。一旦、オッケーオッケー。オッケーオッケー、オッケー。ドーナーあと一旦。了解。はい。はい。はい、オッケー。よし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 。はい、オッケー。いやー、コンボ現象、5コンボ現象ね。はいはい。5コンボ現象かー。まあ、行ってまうか、ドーナー。よし。はい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 。で、これでここ火になってくれたらよかったんけどな。まあ無理か。
ッケー、上10個もいた。よし、これで抜けたでしょ。よし、オッケー。次は無効貫通だったっけ。トリオンオーラ、あ、無効貫通か。トゲね。いやー、これ行った方がいいんかな。いや、多分行けへんのよな、普通に。いや、でも、あれか。お腹すいたが溜まってるし。で、一旦これ解放してみてやで。よし。で、一応軽減も貼っといて。いや、ちょっと待って、危ない危ない。はいはい。はい。はいはい。いや、ちょ、ミスったな。いや、いや、でもありか。これギリ削れたら、さっきはエンハ入ってたんで、よし、いけ。これぐらいにとどめたら貫通してくれへんかな。で、アマテラスのドラゴンの軽減が効いてるから、帰れると。よし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 、オッケーオッケー。ただルーレットなよな。ノロノロヌーレットか。ヌーレットって言ってるのか。よしよし。ここはひとまず、あれっすね。あ、危ない危ない危ない。はい。よし。よし、オッケーオッケー。で、アマテラスドラゴンがあと3ターンなんで、最後ね、確か10パー以下で覚醒無効来るんじゃなかったっけ。よし、オッケー。回復したいな。はい。よし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 、オッケー。オッケー。で、よし。一応アマテラスドラゴンが溜まってから行きましょうか。オッケーで。ちょっと光通ってるよね。よし。4消しにはなってなかったけど、とりあえず軽減が晴れたらもう OK なんで。よしよし。で、次アマテラスドラゴン溜まるんか。どっか。で、これ使っといて。で、あれか。インデックスを使っとくか。よしよし。ちょっと待って、このタイミングでヘリコプターガンガン飛ぶのやめてほしいな。はい。よしよし。よし、じゃあ。はあ。若干今頭の中ヘリコプターにめっちゃギラギラしてたんですけど、勝った。イエーイ。さあ、クリアタイム見てみましょうか。いやー、これで屋長、初めてクリアだったんですよ。よかった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 。で、ユーザー情報、クリア歴、クリア歴。24分 11.4 秒。あれ、これリアル屋長チャレンジもこのキャラがおったらクリアできてたんかな。ちょっとね、結構慎重にいったりとかもしてたんで、はい。いやー、よかったー。じゃあ最後に編成もう一度お見せしましょうか。お見せしましょうか。はい、はい、こんな感じですね。このディオンは、フレノさんのディオンは全く同じ、はい、編成でございます。いやー、よかった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 、クリアできた。いやー、アマテラスドラゴン作ってよかった。今復刻してくれてよかった。ぜひね、皆さんもね、もし、まだ、協調とかクリアされてないよって方いらっしゃいましたら、はい。ウォーリアー・オブ・ナイトと、ディオンは、ディオンと、はい。これは割と入手しやすいのかな。ちょっとどうなのかちょっと微妙なんですけど、はい。ぜひぜひ、皆さんもお口をチャレンジしてみてください。
協調か、チャレンジしてみてください。はい、それではこんな感じで今回お開きにしたいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。いやーよかった、ほんまに。ぜひね、チャンネル登録、動画の評価や、X のフォローもよろしくお願いします。それでは、また次回お会いしましょう。お会いいたい私、ゆうでございました。バイバイ。